こんにちは、ルビチューブの赤田です。さえです。荷物が多くなりすぎる。私心配性なので、最初はおむつが足りなくなるかもって思って、多めに 6,7 枚くらい準備して、着替えも履き戻しや漏れで汚れるかもって思って、3セットは最低でも準備してた。そうなんだ、ちょっと多いね。多いかな。夏は日焼け止めとセンスとか暑さ対策は絶対するし、冬はブランケットとかもプラスしてたよ。そうなんだ、冬場は結構かさばりそうだね。かさばる。でも何かと思ってないと私は不安で、玄関の鍵を閉めた後も一時ね、忘れ物がないかずっとこうやって考えてた。それわかる。私も一緒。荷物を持って移動ってなると重たいからかなり疲れるんだけど、次はこれも使うかもしれないって思ったら、私はなかなか荷物の量が減らなかったな。お出かけの回数が増えていくにつれて、徐々に荷物の量を減らすことができたんだけどね。何事も経験の積み重ねだね。お出かけ先に授乳室があるかとか、お湯がもらえるかとか事前に確認したりして、少しでも荷物が減らせるといいよね。そうだね。私は逆に毎回ではないんだけど、何か一つ忘れ物がある。着替えを入れ忘れたり、おむつが足りなかったり。前回の外出時に使ったまま補充をせずに出かけた時に限ってうんちが漏れたことがあって、着替えが入ってなかったからめちゃくちゃ焦った。焦るかね。その時はどうしたの？その時は車に常備してた着替えがワンセットだけあったから助かったんだけど。そうなんだ。よかったね。よかった。セーフだね。そうそうそう、危なかった。車に常備しておくと何かあった時にすぐ対応できるからいいよね。そうそう。靴が行方不明、抱っこしたりベビーカーに乗せてる時にいつの間にか靴が脱げてるってことない？ある。靴もそうだけど、靴下もね、片方をなくしちゃったことが結構ある。ある。わかる。だから私、靴下は全部同じ柄のものを何足か買って、片方なくなったとしても対応できるようにしてた。それめっちゃいいね。靴を履かないときは100均に売られてるシューズブックとか帽子クリップとかで挟んで落とさないようにしておくといいよ。なるほど、それいいね。